販売の先生です。ですね、マンションに、階段つけるな、階段つけるようなマンションはダメです。私も還暦すぎて足が弱くて、マンションにね階段なんかつけて、そういう構造はね全然ダメですね。で、吹き抜けはいいですけれども、吹き抜けつけるために2段階に分けてね、マンションね2階にするなんて足悪くて僕ダメですよ。そんなの買えませんし使えませんね。なんでいちいち階段なんか作るんですか。マンションだからブロック一緒にすればいいでしょ。わざわざねいびつに分けてね、構造デザインなんかかっこいいように、すごくかっこよく見えるから、そんなことしたってダメですよ。逆ですよね。住みやすいということは大事なんですよ。吹き抜けは必要です、あるといいですけどね。マンションで2階建てなんて3階建てなんて、これ住み心地悪くて、階段でしょ。でエレベーターも故障した時怖いから、エレベーターとかもダメですよ。エレベーターは入り口の前にある、高層マンションのそれだけでいいわけですよ。あと非常階段ね、それは法律で決められてるんでつける必要はあるわけですけど、非常の時にね、エレベーターが止まった時のね、非常にね。でマンションにね階段っていうような設計のマンションは足悪くてダメです。私の場合はそんなの住めません。吹き抜きがあってかっこいい階段が、それで階段作った、これ無理です、私の場合は、ね、天井の高さがぶつかんない程度だったで、合理的に部屋数多い方がいいですね。私のはマンションね、ね、各広く収納できるマンション設計でいいですね。吹き抜けはねなくていいですよ。あった方がいいけどね。まあ一番いいのは広さですね。広さ、キッチンとか作業部屋ね、あと本部屋というか自分が仕事する部屋、それから寝床ですね。まあ大事なのは、僕の彼女はバブジーがないとダメなんですね。だから僕の彼女は20歳年下の彼女、美人の彼女はバブジーがつけてないとダメで、あと茶室ね、茶室がないとダメです、マンションに。茶室がないと僕の彼女は怒ります。ね。で、茶室とバブジーね、フロアね。それで僕の言うことは階段がないこと。足弱くてダメです。ね。平屋がいいんです、豪邸も。豪邸も平屋がいいんです。広めのね、平屋。豪邸1位ですね。ということでよくしてください。フロアね、意外とユニットっていいですよね。ユニットいいですよ。あと便所付きのでもいいですよ。結構しっかりしてますよ。まあ別々でいいんだけど、まあいいけども広いとね。そんなことですね。何時だ、あと2分で。ということで、マンションで階段なんか、私の場合はつけてもらっちゃ困るし、ね、足が持ちません、毎日。食事食べたら、仕事場で階段なんて嫌ですよ。ね。それで大体マンション買ったら下がスーパーあるようにね。マンション買ったら下がスーパーはあること。
ね、エレベーターで降りたらもうスーパー。ここじゃないと不便ですよ。それがマンションの良さですよ。ね、こっちだ、こっちはもうね、今住んでるとこはいいですよ。霞もあるし、ね、コメリーもあるし、ね、薬局ストアもあるしね。下に降りてったのと同じですよ。飛行場も20キロ、ね、外国に行ける飛行場ね、茨城航空場まで20キロですぐですよ。外国なんかすぐ行けますよ。飛行機なんてすぐ乗れますよ、私のところは。こんな便利なとこないですよ。空気が美味しいですよ。海がありますよ。湖がありますよ。ねえ、ミネラルウォーターのお水ですよ、いつも。地下水。1リットル1万5000円ですよ。そうね、やっぱね、マンションは一番下はスーパーがないとダメだし、2階建てのマンションはダメだということです。階段なんか足悪くて使いません。吹き抜けはなくてもいいです。広い方がいいです。広い方がいいです。ということでした。使わされてね、その言っとかないと。ただで脅されて言っております。ね。ずるいんだな、人間っていうのは。そういうことですね。あ、仕事やってます。仕事ね。仕事で。こちらにすぐこうやって打てるようにね、こちらのシグナル出てないんです。今日は ね、この時間12月19日